2011年世界選手権金メダリスト、トヨタ自動車所属、安藤美姫さん。世界女王安藤美姫、東日本大震災の被災者の方々に思いを寄せて作ったという新プログラム、千の風になって。世界女王安藤美姫の思いの詰まったプログラム、実況している私というのもなんなんですが、荒川さん、はい、言葉のいらないプログラム。そうですね、彼女のスケートの貫禄だけではなくて、女性としての優しさ、そして包容力のあるスケートにどんどん魅力が転換してきているのを見ていると、本当言葉はいらないですね。言葉はいらない、その中にまたメッセージ性が多く盛り込まれているこの演技、このドリームオンアイス、観客の方々にも深く心に刻まれたでしょう。4年ぶり世界女王に返り咲いた安藤美姫、今年はどんな1年になるのでしょうか。
演技を終えました安藤美姫選手に来ていただきました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。率直に演技を終えまして今のお気持ちをお聞かせください。そうですね、本当に今日は昨日よりお客さんも入ってすごい盛り上がっていただいて、で、まあ、昨日よりはいい演技ができたのですごく良かったと思います。使われた楽曲千の風になってですけれども、改めてその曲に込められた思いを聞かせてください。もうとにかく世界選手権終わった後、まあ、帰ってきて初めて、まあ、金沢でもあったんですけど日本の方の前で滑らせていただく機会っていうのはこれがまあ初めてなので、今の日本にとにかく少しでも元気を与えるというか笑顔を取り戻していただけるように、その震災の方へのメッセージとして。